いたしました。4月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。3月22日発売、市川由紀乃さんの新曲です。はぐれ花。声で王道演歌の神髄、女心のひだを丁寧に歌い上げられています。市川由紀乃さんです。よろしくお願いします。応援団がすごいですね。もう本当に心強いですし、応援していただいている皆様に支えられてます。勇気っていうね、はい、なんか独特のなんか熱量がありますよね。本当に皆さん、はい、ありがたいです。まあ、紅白初出場ということですが、実はこのスタジオパークのこんにちはも初出演していただいて、はいはい、ありがとうございます、いつも拝見させていただきます。紅白歌合戦出場が決まった、告げられた瞬間、カメラで、市川さん取材しておりまして、その様子、ご覧いただきました。事前にカメラがあったんですね。はい、決まった瞬間、怖いですよ。はい、今、電話がありますね。NHK の紅白歌合戦初出場が決定しました。ありがとうございます。非常アカデミーの初出場、市川由紀乃さん。今年節目の40代のスタートを切らせていただいて、夢というものは諦めなければ必ず掴むことができるんだというのをたくさんの皆様の支えがあって叶えることができました。当日は精一杯感謝の思いを込めて歌わせていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。これはレコード会社で、はい、そうです。サプライズだったんですよ。あれは新春の、はい、動画コメントを、その日にまとめて撮りますということで、着物を着て準備をしていたので、どういうことを言おうかなとか、2017年の抱負は何かなとか、自分の中でいろいろとこう文章を組み立てていた時に、スタッフの方が出てきて、時が止まったようでした。歌手になるきっかけになった映像があります。それが25年前の映像です。ご覧いただきましょう。今度は若い方です。15番男夢祭り。どんな風に聞いてくださいました？もう素晴らしかったですね。素晴らしかった、今週のチャンピオンは15番男夢祭りを歌い上げました。高校生箱根万里さん、花様。のど自慢で優勝した時にトロフィーを、授与していた五木さんとも一緒にこの音楽バラエティーを、共演されていて、すごいですね。これはね、勉強になりますね。五木先生と歌う小学校というこれバラエティー番組をしてる、そうです。こんにちは、五木ひろしです。市川由紀乃さん、紅白初出場おめでとうございます。
これから、これがスタートですよ。これを機に、さらに大きく花を咲かせてほしい。大変相撲がお好き。スージョですね。スージョが。ねえ、うん、大好きな時がとってもありまして、うん、いくつぐらいの時ですか？中学3年生から高校時代にかけて、うん、はい、うん、追っかけをしてましたね。そう、追っかけしてたんですって、関取の。はあ、はあ、その追っかけをしていた関取はこちら。はい。あ、すごい、舞の海さん。舞の海さんも。へえー、どういうところがファンでしたか？やはりこう、技の出パート、もうすぐそうですよね。もういろいろなこう技を本当に見せてくださる取り組みに、あとはこのお姿、お顔もとても好きで、はい、もう一目惚れでしたね。面白い、ね、じゃあもうそれこそいろんな地方巡業にも見に行ったりして、はい、そうですね、巡業も行きましたし、はい、あの相撲の雑誌がありまして、はいはい、あのそこでこう文通を募集してますというところで、あ、ファン同士の、ファン同士の、はい、はい、あの千葉県の女の子と文通してます。面白い、もうその年代でね、そういう雑誌を持ってるということですからね、もうお相撲さんしか載ってないんですもんね。あの雑誌載ってないんですよ、見開きで、あの、どうぞ、そうですね、あの子供の時大好きだったから、そのポスターを切って貼ってると、なんかうちの親がね、裸の男の人が、栄養剤に貼ってあるとかって、大丈夫かみたいな。大丈夫かって言ってたんですよ。ありがとうございます。そうじゃないですか。そうじゃないですか。私も大好きで。お会いしたこととか、あの、実は遠くから、はい、ちょっと拝見したことあるんですけれども、まだお声はかけられませんでした。そうなんですか。はい。もう今度お会いしたら、ぜひともですよね、そうですね、一回こうお伝えしたいことあります。あの時のあの時が好きです。ここら辺のとこ書いたりしないんですか？じゃあ書いてました。書いてないです。書いてたか、私も書きました。あ、書いてない、書きました、書きました。あの、北勝どきめきと舞の海関の取り組みが、私は今までの舞の海関の取り組み一番、仮想飛びをした時、そうです、もうそれを見た時に何回も何回も繰り返していました、その取り組み。はい、大変な、あの趣味のところを見るとですね、はい、妄想が趣味だっていうふうに書いてあるんですよ。意外ですね。じゃあ舞の海さんといろんなこう妄想も結構、はい、どの妄想ですか？舞の海関と妄想、まあ、あのおかみさんになったらどうなのか。、ね、まだその時あの独身でいらっしゃったので、舞の海関のおめさんになれたらって弟子たちを妄想して、そうですね、切って、はい、ちゃんと作らなきゃ、ちゃんと食べなさいよ、そうです、そうです。妄想して、ちょっと似合いそうな、ね、感じもね、ありますよ。面白い、結構こう思い込んだら、はい、こうずっと一途に、はい、こう、そうですね、結構長く長く、うん、はい、ずっと注目して、はい、はい、好きです。はい、はい、前の席も、ね、そこまで思っていただいたら幸せなんじゃないですか。喜んでます。これになったらね。